ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでなんかまたね、震え出した。はわはわはわ。マリオさん、緊急です。大きな声で割れなので、これを。キノピオ全員連れ戻せ。ほら、全員おらんなっとる。私見たんです。親方がアフタヌーンティーしてる間に、作業員が全員さらわれたんです。はぁ、怖い。親方が気づいていないうちに、作業員を連れ戻してください。受付キノピオ。てか、全員おらんなって親方が気づかんっていうのは、どんだけ興味がないんっていうね。それではお願いします。5人。キノピオ全員連れ戻せ。キノピオすべて5人引き連れたままゴール。一人でもめっちゃ大変やったのに。5人とかやばすぎん。ね、こっちの方なんかありそうじゃない？あ、ほらほらほら。もうこれ以上ない？もしや。絶対この上とかにもなんか。さらにこの上とかは、ないかさすがに。ないかさすがに。これはもしや、落ちていくですよね。あー、ちょっと待って、キノコー、あんなところにキノピオオリアン、ん、あれは一体ここからなんか突撃して、突撃、あ、待って、潰される。あ、この上にもおったよ、なんか。あ、ここにもおる。え、これどうやって行くん。あー、潰れる私。潰れる私。ちょっと待って、ここからか。とりあえず、まずここから行って。なんか思ったよりも低い位置やん。んで？よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、これで。はい、一人。あ、それでそこが爆発すると。ほうほう。ここは青にしといたままでいいんかな。まあいいや、とりあえず。あ、なるほど。これで、そこの上が、いけるように、行かせてください。これで、オンオフスイッチはあっこにしかないんかな？へぇー。ひえー。あ。お。はぁ、あ。ちょ、ダメージ受けないでね。キノピオ受けないでね、ダメージ。ちょ、待ってー！行くよ！OK。はい、二人目。あ、これでまたボム兵が。よし。で、これで、向こう側は？あ、なんか、あ、こっち行けるね。よしよし。これを。二段階。あ、なるほど。あっち側まで。よいしょ。あー、痛い痛い。キノピオ以前に私が普通にやられた。ゴーゴー、行くよ行くよ。あっち側までとりあえず破壊しといてもらおう。どのタイミングで行けばいいかな。このタイミング、とりあえずしゃがんで。二人ともちゃんとしゃがんで。あ、待って、ちょっと無理や。ちょっと無理や。あら。きえ、危険。おいで。よし。あ、三人目。よし。そして、ボム兵。からの、この上やね。あっこや。あっこに四人目が。よっ。これは、あ、燃えるやつや。消えたら一気に行くよ。はぁ、危な。危な。縦にもあった。よし、これが消えたら行く。ゴー。みんなふわっと降りてくるのやめよ。もう一旦燃えたら、とりあえず真ん中行こう。はい、オッケー。はい、次。行くよ。おー、びっくりした。よし。さあ、これで、それが消えたら、危ない危ない危ない。危ない危ない。え、で、あとは？なんかこっちにさ、矢印2つあるんよね。何の矢印なんやろ、あれ。ちょっと待ってね。みんなちゃんとついてきてね。あと1人はどこだ？あ、
と一人。あ、おったおったおった。この壁に埋もれてる。キノピオは一体。キノコ。びっくりした。めっちゃびっくりした。こっちは別に関係ないか。ちょっと待って。みんなちゃんと渡ってきて。みんなちゃんと渡ってきて。危険危険。おいでー。さあちょっと向こう側に渡っていきたい。おいで。はい。超危険やね。ふぅ。何が危険ってもうほんとね、キノピオが当たりそうで当たりそうで危険なんだよね。よいしょ、おいで。ふぅ、オッケー。え、なんかみんな当たりそうじゃない？これ大丈夫？よいしょ。コインか、ただの。しかし取っていく。これは普通にいけるんだろうか。はぁ、なんかみんな当たりそうで怖いんですけど、あの短いのはなんか意味があるの？おっと？待って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 、これ、おい、こら、待って、なあ、当たった当たった、くっそー、ちょっと待って、マジか。これあれじゃない、通り過ぎていいんじゃない。待って、どこ行った、倒したよ。はあ、よかった。え、あと2人。ふう、あぶねー。てかあれやん、あいつ一発でやっつけれたんや。イエーイ、やったー。やったー、ゴール。え、でもなんか一人引き連れて帰ってくるよりは簡単やったような気がしてしまう、コース的に。あのキノピオを連れて帰るためのランデブーかなんかってやつめっちゃ難しかったもん、個人的に。全員帰ってきた、これで絶対親方貴族やろ。全員どこ行っとったんよって話やし、ほら拍手しよるし。キノピオたちを助けた。さあ、これで？マリオさん、詐欺運を連れ戻してくれてありがとうです。それにしても今回のこと、親方は全く気づいてないようですね。どんだけやねん。それでは引き続き、コイン集めの方を張り切っていきますよ。今のお願いはこんな感じです。どんな感じですか？逆やん、こっちやん。ということで、降り注ぐバブルのお城。俺がかつて行った場所の一つを作ってみたぞ。そこはたらたら熱くひたすらバブルが降ってくる城。メットコーラをかぶり生きて帰ることができるか、ここの探検家。それではお願いします。バブルっていう名前のくせに、多分あの火の玉のことよね。降り注ぐバブルのお城。バブルっていうんやけん、泡であれよ、水の。あー、怖、何でかっ。しかも強制スクロールですか？やめてよー。あ、でも一回通った場所にはバブルは出てこない、もしかして。コインも降り注ぎよるけど。あー、10コイン降り注いだやん、マジで。何あれ、羽根付きとか。うわ、しかも、戻ってくるとか聞いてない。君ら邪魔よ。絶対ここさ、え？ここバブル通るんじゃないの？来たー、そういう感じ。そういう、あ、でも中間地点早い。びっくりした、こっち来るかと思ったー。でもこれ、下から来そうじゃない？そういう感じね。痛い痛い痛い。じゃ、キノコください、キノコ。てか、あれは？はい、速攻でー。え、ちょっと待って、ちょっと待って。あの、メットコーラとかどこにあるんすかね？あれか。ちょっと待って、メットコーラなくなったー。ちょっと待って、なくなったけど。絶対無理やん。は。きゃー。コインかと、わー、ちょっと無理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 、でかいでかいでかい。しかもあれ、ダッシュで渡らんといかんやつやんね。ってことは、ギリギリ向こう側が見えるまで置いといた方がいいかな。じゃないとコースわからんし落ちる。あ、そっか、中間取ったんやったっけ。そう、なんか意外と中間早かったんよね。待って、キノコ、はい。オッケー。あ、待って、怖っ。怖っ。いやー、カロン！痛い！痛い！ちょっと待って、混乱。
降り注ぐバブルのお城。しかし、そのメットコーラを取るのが難しいんですが、どうすれば、よろしいでしょうか。メットコーラがなかなか取れないんですが、どうしたらいいでしょうか。よいしょ。とりあえず、あ。やったー、取れたー、感動やわ。超感動やわ。ナイ無敵。横から来ない限り超無敵、私。あ、無理。カロンはちょっと無理だ。横から来るカロンはちょっと無理だわ。え、超石頭。超石頭な気分。えいえいえい。ちょっと待って。怖い怖い。なんか呪言も来たけど。ちょ、お前ら投げんな。投げんなよ。怖い。なんかこれ普通に。もうゴールじゃない？違う？台って。ほら、ゴールやん。なんかめっちゃ普通にゴールやん。バイバイ、次元たち。イェー、明るい世界へ。ふぅ。さあ、これで？あの、本館のさ、本館の屋根はもう完成したけん、あと何なんやろ。今のお願いこんな感じです。はい、ってことで、打ち上げボム兵でコイン集め。私の暴力に付き合ってくださる？コインをばらまいたので、50枚以上取ってゴールしなさい。コツは、Y でボム兵を持ったら、L を、L スティックを上に入れて投げることね。気まぐれな金持ち。L スティックを上、Y でボム兵。コインを50枚以上取ってからゴール。それではお願いしまーす。行ってきます。打ち上げボム兵でコイン集め。コインを50枚以上取ってからゴール。どんな鉛り方や、なんか、雨降りよる。ボム兵。え、取れんのですけど。え、取れんくね？ねえ、ボム兵。あの、え、この子よね。打ち上げボム兵でコイン集め。コインを50枚以上取ってからゴール。行くぜい。危な。早速、ティッ。あ、ちょっと待って。せっかく持てたのに？せっかく持てたのにっすか、それ。ティッ。どう？ 2 枚しか落ちてこないってどういうこと？はい。とりあえずこれで、最初の、はい。まあ、とりあえず先に進むわ、私。あ。あーっと、危険かな。待って、何やってんの、君。やめてよ、何してんの。意味わかんないことしないでくれるかしら。あ、これ。イエーイ、そういう感じ。ジュゲムに乗りたい。無理か。ジュゲムに乗りたい。あー！ちょっといい感じやったのに、もうこのまま進んでいけばいいかな。打ち上げボム兵でコイン集め、コインを50枚以上取ってからゴール。とりあえず、もうあれだ。次々進んでいこう。あ。あー。はい。どうよ。うわ、落ちてこない。くっそ。とりあえず進んでいこう。あ。あ。あれ、ジュゲムこんなところから？ちょっと待ってよ。あ。ふぅ。さあ、落ちておいで。オッケー。あ、ここに10コインあるな。やっぱりそういうのがあるけん。別にね、そんな無理して、手前の方だけにおる必要も、ないということだ。あ。は！
うわ、全然、あ、落ちてくる。やったーやったー。んで、あとは何やってんだ君。自殺行為ですよ、それは。自殺行為というか、自殺というか。あ、君危ないよ、何やってんの。え、ちょっと待って、攻撃だけは飛んでくるんかい。それ、ボム兵当たるんじゃない？当たっても関係ないんか。はい。お、あ、いっぱい落ちてくるかと思ったのに、一枚だけやった。つら。はい、ボム兵おいで。あ、でもそこのいっぱいあるやつの方を取った方がいいかな。は。あー、一個だけや、落ちてくるの。ん？なんかもうそろそろこれゴールじゃね？ですよね。なんかあっこにバネあるんやけど。めっちゃ花火。あと4枚や、あと4枚。この辺で稼げるんじゃない？はい。さあ、おいで、ボム兵。ちょ、待って。ほらほら、いけた、いけた。これで、あっこの、なんかバネを、これずっとこっちの方来てくれるかな？めっちゃ時間かかりそう。こっちの方にあった大砲。いや、多分ないよね。じゃあ、はよはよ。あ、全然こっち来んわ。段差あるし。え、てか消えとんやけど。いいねー。あ、てか、あっこのボム兵を使わんかったらやっぱちょっときつかったかな。ああ、無理かもしれん。あ、よね。無理やねん。このまま行くか。ゴールします。でいい。お腹からゴール。多分あれ爆発させて、下のブロック消して、で、バネで一番上まで飛ぶみたいな感じやろ。イェイ。イェイ。コイン何個必要なんやろ ?2000 とか？ほら、もっといるっていう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱなんか、なんやろうね。キノピオがどうとかいろいろあったけど、ステージによるな。難しさは。